皆さんおはようございますこんにちはこんばんは暑いかな暑いかなちょっと暑いなじっちゃんね霧島で朝を迎えていますもうねもうだいぶ起きてだいぶ経つんだけどもう日もだいぶ上がってきたよこれでさコーヒー飲もうかなと思ったんだけど ちょっとね、ちっちゃいんでこっちのねもう陶器の方にしました気持ちいい朝だね気温はね1 0 ° 10度ぐらい車の中今朝起きたら1 0 °だったのか外はねまだちょっと何度か低いんだろうけど車の中は1 0 °までしか落ちなかったね気持ちよく眠れました鹿も来なかったしね鹿に邪魔もされずこここはさ、のの道路あのー 小林の方へ、霧島市からさ小林の方へ抜ける道なんだけど途中が今ふなんだ伊予岳のさ噴火のあれで通行止めになってるんでね車も少ないしさぐっすり眠れたね夜中に1回早くやっぱり寝てしまってさ何時ごろだったかな1時ごろだったかな1回目は覚めたけどねその後また寝れたよパン ずっしりデニッシュあそうだ、べのさあれもあるんだよねスケロクの残りもあるんだけど朝から食べる気にはなれないから後で食べようかねあれにあれ天気もいいしさ快晴だね今日はね天気もねあそうだ昨夜べね1時ごろ目が覚めたんだよで山の上なんでさ 星空のさタイムラプスでも撮ろうかなと思ってね外に出てみたんだけど霧島はさ霧島だけの問題なのか分かんないけど何回かね撮ろうと思って別荘に泊まった時も何回か撮ろうと思った時があるんだよだけど何なんだろうね霧島はあの温泉地帯でさ温泉のあちこち噴気孔があるわけで温泉が。そのののためなのかねあのー 星がねあまり見えないんだよ霧がかかったような状態になってねよく見えないんだよねで夕べも出てみたけどあまりよく見えないんでもうやめたやめちゃったね途中でね途中でねっていうかもう最初からもう見てああダメだと思ってやめちゃったよおいしいね外で食べる朝ごはんはおいしいよあ時間はね今7時あっという間に時間経ってるねもう7時50分だ8時前だね のんびりしてる時間ないよさっさとコーヒー飲んでさ行ってみようかね咲いてればいいけどね夕べさあ寝る時思って先に咲いてるかどうかチェックだけしてくればよかったなぁと思ってね別荘に泊まる時やさ泊まってるときは夕方一回見に来るんだよね咲いてるかどうかね咲いてたら明るい日の朝さ早く出かけるというバイクがバイクが多いね どこ行ってもさバイクが多い新緑がね気持ちいいしねごちそうさまでしたもう目の前なんでね場所はねあっという間にこっからだと着くんだよねでもさ駐車場って何時から開いてたっけ確か8時ぐらいから開いてたと思うんだけどな駐車場さあ準備をしようかね